というわけで皆さん、こんばんは。井野ひろきです。こんばんは。こんばんは。井野ひろきです。本当に井野ひろきですか？私は井野ひろきです。こんばんは。永田かたかたかつです。噛んだ噛んだね、自分の名前を最初から。はい。いや永田たかとです。はい、永田たかとです。はい。いや、本当に。たかとがよく言いそうなこと。いや、あの、え？いや、ひろきさん、それダメっす。それダメっすよ。なんで？なんで？なんで？俺も、え？わかんないっすよ。ダメっす。それ、ひろきさん。どうも、釈迦パンタロウです。これ、すげえ流行るんじゃないですか。そうだね。僕が言う時の前に、大体ひろきさんが、なんか、やってそうなこと。いきます。お前、あかんぞ。それ、ほんまあかんぞ。あかんぞ、それは。ほんまあかんぞ。どうも、釈迦パンタロウです。やります。俺めっちゃやりますよね。俺ほんまあかんぞ。めっちゃやりますよ。ほんと、いや、ほんまあかん。いやですよ、絶対。いや、でも、ひろき、ひろきの流れなんですよね、いつも。からの？からの？あ、どうも、釈迦パンタロウです。さあ、頑張っていけないと、頑張っていかないといけなすぎて、お前言葉は氷に。よいしょって、わからん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 。エスクーゼンジェスコの超絶怒涛の笑顔俳優、笑顔を愛し笑顔に愛された男と、笑顔俳優、笑顔を愛し笑顔に愛された男、爆笑苦笑い、苦笑い、愛想笑い、薄めでも笑顔の運動や、そう笑こそは、あのね、職業にやらしちゃいけないやつだよ。うわーってなっちゃった。うわーってなっちゃった。全力でやんなきゃいけないんだよ。絶対普通に言ってるより今のが絶対いくだろう。そうやな、ね。おもろい。今のすごいな、持ってますね、ひろきさん。いや、持ってないよ、やらせたんだよ。